ごきげんよう。3ヶ月ぶりですね。もうギターの動画はおまけ程度に考えていてください。私が気が向いたら数ヶ月に1回やります。あ、これカットします動画だけじゃなくプレイも本当に3ヶ月ぶりぐらいだったんですけど、指が動かないこと動かないこと。まあ120でも対象入るんですけどね、まだ赤だから。でこの後決定ボタンを連打してもう一回やったんですけど、このような感じで伸びないんかいっていう話よね。元銀ネームを名乗るのはもうやめましょう。元銅ネーム前作銅で終わったので、120点なんてそんなね、そんなすぐ消えるの嫌よ。ああ、指が動かないですね。粘着します。ほんとね、薬指の感覚が麻痺してるボタンの押し方が分かんないのよ。私前々から3個の同時押しは苦手だったんだけど、もう2個も押せないの特に中指と薬指がね、もう完全に感覚どっか行っちゃってて、ピンクはともかく黄色とか緑青、なんかその真ん中ら辺のボタンすら押せてなくて、マジで最初えらいことになってたんだけど、とりあえずね、この曲から鳴らしていこうと思って、レベル的にもリハビリにはちょうどいいかなって感じだったからね。ただレベル7台とはいえフルコンまで粘着するのはやっぱり私のメンタルが持たないので、140点ぐらい乗せたらもういいかなっていう感じなんだけどね。そういえばギタドラのロケってさ、ドラムの方の動画とか画像とかはいっぱい見たんだけど、ギターの方があんまりねタイムラインに回ってこなくて見れてないんですよ。ドラムはね、左の方の画面にヌルヌルと動くキャラクターがいて羨ましいなと思ったんだけど、多分ドラムじゃなくてギターもさ巨大化するの、ちょっとこれより巨大化すんの、スピーカーが邪魔でしょ。なんかあんまり筐体巨大化してもさ置けなくなっちゃうじゃない、それが心配よね。ドラムもすごい巨大化するでしょ。それで置くスペースがないからってさ、設置テンポが減っちゃったら元も子もないよね。そんなことをねロケ店に行ってもいないんだけど、私はポケッと考えていますよ。で今流れてるこの譜面に関してはあまりにも普通の譜面だから特に触れることもなくてさ、132点ですか。今は入るんだけど、銅とか銀になるともう加減140にならないとダメだからね。もうちょっとどうにかならないっていうわけなんで、過去の栄光を求めてやりますか。これ何かわかる？これです。2年前にスパランで150点乗った曲です。はぁ、150点、また欲しいよ。というわけで練習頑張っていきましょう。取り戻せ栄光を。まあ譜面はスパランなんで、のんびり眺めながら読んでいくか。 V4 以降にシルバーの色付けになったので1500はあることになるので、相当上にいたんですね。まさか今のレインボーはさすがにないと思う。これは私が V の頃、はるか昔も銀ネームだったんですよっていう話をした時だったかな。なんせこの動画もだいぶ前だから何の話をしたか覚えてないんだけどさ、実力云々とか2連ができないとか運指ができないとかいう以前にもうプレイ頻度の問題なんだよね。こんな感じでもう3ヶ月に1回やるかやらねえかぐらいのレベルになっちゃったんで、もうネームのことは考えずにやっていこうかなって。たまにプレイした時にこうやって昔いいスキルが出た曲をやって、まあ一生リハビリし続けるっていうことになっていくんじゃないかなと思います。やっぱ私メインの機種が DDR なんで、 DDR に力をもっと入れなきゃダメだなって思いました。もともとね、その何回も言ってるけど、ドラムを始めたのも息抜きが目的だったし、まあそんな感じですよ。皆さん、聞いたドラの皆さん。DDR の動画よりもドラムの動画の方が再生数いってる気がするなぁ。まあ私の DDR 動画はもう10年以上続けてることですし、毎回毎回ね、似たような構成だから、
見るときと見ないときってあるよね。やっぱチャンネル登録しててもさ、私もあるもん。すげえいっぱいチャンネル登録してるけど、1年以上その人の動画見てないとか全然ザラにあるからね。そんな感じなんじゃないですかね。私のことを登録してる皆さんも、まあ半年に1回とか年に1回でもいいから見てくださればそれで十分です。123点です。ダメですね全然ダメだったのでもう一回やりました。そしたら下がりました。なんで B 班なんだよ。泣きのもう一回やりましたけど、これ一番ダメだったのでもう流します。はいこれ以降はコメント返信だけにしますから。画面本当にボロボロだから見る価値ないよ。はい、皆さんさようなら。芦田愛菜さん、もっとドラムをやってください。はーい、最近全然ドラムやってねえからよ、ドラムやってくださいってみんな言ってくれって私が言ったからこの人言ってくれてるからね。誤解なきよあれでもなー、ドラムもスランプなんだよな。もう何もかもダメだよ。 DDR もスランプだもん。悲しくなってきちゃうね。はい、次ギター動画、久しぶり、ほんと久しぶりだったよ。後半ちょっとむずいな。そうなんよ、このね、パワープロプンの、パワープロプンだって曲頑張ったんだけど繋がんなくてな。もともとフルコンするっていうことが私は大の苦手なんでね。だってレベル7後半とかのフルコンでもさ、普通に DDR のその辺のマベコンより緊張すっからな。あ、いい頃合いです。そろそろ画面をご覧になっていただければわかると思うんですけど、なんかねすごい量のミスが出るんよ、この辺から。多分ぼちぼち、あ、来てます来てますボタン押す場所が分かんなくて分かんなくて、ちょっともうどこをしてんの、もう、え、何、私とマジでどこをしてんの。あ、ずれましたずれました、指がずれました死にました。ボタン押すとこ完全にずれちゃって、いやーほんと参っちゃうねやっぱこんだけしばらくやってないと左指の可動域っていうのがすごい狭まってて、私ただでさえもともとねピンクと黄色の間を押しちゃうんだよ、薬指届かなくて。あ、いやーベタッとただでさえ届いてなかったのに、もう全然違うとこ押してたもんね。ダメだこれ、帰るわ、さようなら